大阪府知事選が告示今月22日に東京投票が行われる大阪府知事選挙と市長選挙のうち大阪府知事選挙が今日告示されまして現職と新人合わせて3人が立候補しております、えー、府知事選に立候補したのは届け出順に無所属の新人で自民党が推薦する元大阪府議会議員の栗原孝子さん 地域政党大阪維新の会の現職で二期目を目指す松井一郎さんえ無所属の新人で元高校教諭の美馬幸典さんの三人です今回のこの大阪府知事選争点どのあたりとお考えですか争点は橋本徹さんなんですよね結局そこになっていくわけですね、うん、これあの大阪都構想って攻めて言いたいんですけれども、はい、でも住民投票で引けされてそのために橋本さんは まもななく市長辞めるるからこの選挙になってるわけで、ええ、それで例えば橋下徹さんが一旦責任取って辞めるけれども、うん、大阪都構想をこう続けるまあそういう趣旨のことはね、はい、例えば福祉とっていう話あの言い方でねされてはいるけれども、うん、しかし少なくとも僕の知り合いのうんなってますかねあの串かつ屋のおっちゃんからね<ー>大阪の。はいそれから 大阪で五本の指に入るような財界人までね、うん、大阪都構想がもう一回争点になってると思ってる人は僕は会ったことないんだよねほ<ー>。ほお。だ結局その橋本徹さんをどう見るかっていう選挙になっちゃってるんですよ。はい。つまりその一旦政界引退って言ってるけど、まあテレビに戻った後また政界にもう一度出てくるのかなとか、うん、出てきた時に歓迎なのかとか、それこそテレビで見たいか見たくないかまで。はい。 結局話題は橋本徹さんなんで、うん、従ってその橋本さんの代わりに出る吉村さんっていう、はい、これは市長選の方ですね。はい、市長選挙、はい、あの国あの国是は地方選ですけど、投票日は同じになるんで代表選挙ですけど、はい、まあ吉村さんは非常に苦しいですよね。この地方選挙は今のところですけど、現職の松井知事が優勢ですけど、それも松井さんは橋本さんとパートナーだから、あ同志だから、はい。 あ突っ走ってるってるいいうわけででもないんですよやっぱりこれ実は知名度の問題であの自民党サイドの自民党って言っても安倍さんと自民党大阪府連と全然違,違っちゃってるわけだけど、はい、自民党大阪府連の推すこの栗原さんがやっぱり一般的にはやや知名度が松井さんほどは知られてないと、はい、だからそれだけの選挙になっちゃってるんですよね。う これ今、話に出たその官邸、あるいは東京の自民党と不連が、うん、あ微妙にこう温度差があると。あ微妙とか温度差はなどころじゃない,ですゃない全然違うじゃないですか。もうあのね、松井さんは菅官房長官に会いに行ったりとか、うん、非常にこう政権サイドと親しいという中でなんかどう,こう論点にしていいのかよくわからなくなっちゃってます、うん、だからそこもこの大阪府知事選大阪市長選のダブル選挙が。はい 僕はあの簡単にににわかりにくいいってて言わなよようにしてるんですよね、うん、そう言ったらこう要するにでも例えば僕は大阪府民であったり大阪市民であったとしたら今飯田幸ちゃんもそういう意味で言った通りこれどう考えていいのかと <laughs>、はいうん、悩んじゃいますよね。うん、で今その松井知事の方から菅官房長官に会いに行ったって話もね飯田幸ちゃんからあえてあったんだけど。 まあそれもそうだけどどっちかっていうと安倍さんが必要としてるじゃないですか。はいはい、要するにあの橋本さんは改憲勢力だから、はい、僕も憲法を変えるべきだと思ってるけれどもでも僕の考えどうのこうんじゃなくて客観的に言うと改憲勢力必要だから地元事情は事情としてとにかく橋本徹さんの影響力が欲しいとだからあの菅さん松井さんを交えてご飯食べた時に。はい やっぱ政界に戻ってくれと戻るべきだということを総理ははっきりおっしゃってでそれが橋本さんにすごく影響してるわけですよねしかし今回のダブル選挙で例えば例えばですよあのもう、府知事選は黒人になったけどここ東京だから一応まだ自由に行っても大丈夫ですよねあ,ある程度自由だから仮にですけどもしあの府知事選と市長選挙の結果が食い違ったらねはい 敵味方が食い違ってねじれた状態になったらそれは橋本徹さんの影響力はぐらい落ちますよそうするとじゃああの結成した国政政党のひらがなの大阪、うん、大阪維新の会というものの存在自体もどうなってくるのか分からなくなってくると、うん。だから議員っていうのは、ええ、その大阪のため。 大阪府や大阪市のためあるいは国のためってことを当然考えていないとは僕は言わないけどでもよくやれることですけど猿は木から落ちても猿だけど議員は落ちたらたらだのだから自分が議員としてやっていけることがもう絶対条件だから、はい、そのねじれの結果になって要するに身動き取れないようになったら橋本徹さんという大スターがそれは離れていく人は絶対出るから。うん 政政党党は議員があって政党ですからね、はい、橋下徹さんがどんなに、まあ、あの目立ったとしてもそれ,それでは要するにあのタレントみたいな話になっちゃいますからうんだから当然総理官邸は橋下徹さんに有利な結果が出ることを望んでるしそれは自民党大阪府連は当たり前ですけど対立候補を出してんだから、はい、全然違うということになるわけですよね。うんまあ、こんななな奇妙な選挙は滅多にないけども、まあ、あえて言うと、はい そこが日本の政党だと東京都地方って言ったって大阪ですからあのものすごい大きな地方ですけど、えー、でも食い違っても誰かが追い詰められるわけでもないと <laughs> まあそれだけ融通向けが独裁性よりはましだと <laughs> はい、はい、ういうことです。 えー、改めて大阪府知事選には立候補届出順に栗原孝子さん松井一郎さん三間幸之さん、えー、3人が立候補しております、えー、また市長選挙ですが現在のところ立候補を予定されている方、えー、高尾秀久さん中川長蔵さん柳本明さん吉村博文さん、えー、以上4人の方が立候補予定者となっております、えー、では続いて2つ目こちらです